きまして、アイダホネーム匿名さんです。東京にお住みの方です。ここでこうしているみんなに出会えてよかった。みんなありがとう。母へ、レズビアンの娘が嫌いですか？育て方が悪かったとお思いですか？母さんの育て方のせいじゃない。嫌っててもいい。でも知ってほしいな。あなたの娘はレズビアンと言える仲間といる時が一番自分らしくいられること。そこには多分母さんが今まで、ごめんなさい、すいません、ちょっと知り合いのメッセージなんで泣けてきめ、そこには多分母さんが今まで見たことのないくらい笑顔の私がいると思う。本当は母さん、あなたが生きているうちに私は私の仲間たちに会ってほしいと思っているんだよ。でもそれは母さん次第なんだよな。わかるかな。追伸、私は今愛する人がいて、愛する仲間がいて幸せです。レズビアンでよかった。おばあちゃんになってもずっと温泉に一緒に入れるもんね。レズビアンでよかった。そうでなかったら仲間のありがたさにもう少し鈍かったかも。レズビアンは売れ残りの扱いをされるので嫌だ。レズビアンはおしゃれで美しくないというイメージか、エロいイメージが強いのが嫌だ。レズビアンは怖くないぞ。ありがとうございます。ご通行中の皆様、お騒がせしております。本日5月17日はWHO 世界保健機構が同性愛を精神疾患のリストから削除した日です。そのことを記念して私たちは今全国各地で多様な性にイエスというメッセージを皆さんにお伝えしています。